フランツ・モーリッツ・フォン・ラシー伯爵、または、フランシス・モーリス・デレー氏は、ペーター・フォン・ラシー伯爵の息子で、神聖ローマ帝国の軍人、元帥。マリア・テレジアの知性に従軍、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ二世の親しい友人で、顧問になった。フランツ・モーリッツ・フォン・ラシーの紋章1725年10月21日、サンクトペテルブルクで生まれた。父のペーター・フォン・ラシーは、 アイルランド王国出身で、フランス王国、ついで、ロシア帝国に渡り、ロシア軍の元帥に除された。フランツ・モーリッツ・ホン・ラシーは、ドイツで軍人となるための教育を受けた後、オーストリア軍に入隊した。オーストリア継承戦争では、イタリア、ボヘミア、シュレージエン、オーストリア両ネーデルラントを転戦、合計で二度負傷した。終戦の時には中佐になり、 25歳の時に大佐に昇進、不評連隊長になった。1756年に7年戦争が勃発すると参戦、ロボジッツの戦いで頭角を表して少々に昇進した。ロボジッツの戦いでも負傷したが、1757年のブラハの戦いで4度目の負傷をした。同年末のブレスラウの戦いにおける勝利に貢献したほか、ロイテンの戦いで、 再び負傷しながら、自軍の撤退を援護した。直後から、レオポルト・フォーンダウン元帥と共に、エルンスト・ギデオン・フォンラウゾンの助力を借りて、終戦まで、プロイセンをフリードリヒ2世と戦った。32歳で中将になったらしいは、ダウンによって補給総監に任命されたが、ロイテンの戦いなどの大敗により極めて慎重になったオーストリア軍は、ファビアン戦略を取るようになった。 1758年10月15日のホッホギル日の戦いの後、ラシーはマリア・テレジア軍事勲章を授与された。1759年、海戦で勝利できなかったことが理由で、ラシートダウンは不況を買ってしまい、ラシーが砲兵大将に昇進できた理由はラウドンが文献隊を派遣して、クネルスドルフの戦いの勝利に貢献したことで、昇進したことだった。 1760年、フリードリヒ2世がドレスデン包囲戦に失敗した後、ラシーは軍を率いてプロイ戦軍を追跡した。ラシーの軍指揮官としての才能はダウンにすら疑われ、1760年11月のトルガウの戦いでは負傷した時もラシーに指揮を引き継がせなかった。ウィーンのノイバルデックのシュバルツェンベルクパークにあるラシーの墓。 フベルトゥスブルク条約の後、ラシーは、ようやく才能を発揮することができた。マリア・テレジアが、息子の神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世に、オーストリアの軍務を委ねると、ラシーは1766年に元帥に除され、軍の改革を命じられた。彼が、新しい軍法典と補給体制を作った結果、オーストリア軍はより低い支出でより多くの規模と、整った装備を維持することができた。 結果としては、マリア・テレジアも、ヨーゼフ2世もラシーを徴用した。ラシーは、ヨーゼフ2世の改革を指示、第一次ポーランド分割を主導したが、健康を害して1773年に辞任して、南仏に向かった。その後は戻ってきたが再任することはできず、非公式の顧問に泊まった。フランツ・モーリッツ・ホン・ラシーの胸像、ジュゼッペ・チェラッチ作。 フランツ・モーリッツ・ホンらしい・ラシーのモンショウ・バイエルン継承戦争では、ラシー・トラウドンがオーストリア軍総指揮官を務め、オード戦争にも参戦したが、すでに老年のラシーはほとんど活躍できなかった。以降、レオポルト2世の知性まで政界と軍務に関与した後、ビーン近くのノイバルデック城に引退、死後は木内の霊廟に埋葬された。ありがとうございます。